俳優の坂井雅人が主演を務める t b s 系日曜劇場、ビバンと読み、ビバン。毎週日曜夜9時最終話は79分 SP の最終話が17日に放送された。放送を終え、再びタイトルの意味に注目が集まっている。坂井雅人主演、ビバンと』本作には、主演の坂井のほか 安倍博士、松坂通り、二階堂踏み、二宮和成、役所工事ら豪華俳優陣が集結。米班、国内外で民間人に紛れて諜報活動を行う特殊部隊の野木友女、堺は、テントのリーダー、野合うべき、役所部が父であることを突き止め、その実態に迫っていく。べき、役所工事、 は生きている最終話では、ベキが長年恨んでいた内閣官房副長官で元公安部開示課の上原志郎、橋詰ささ、のもとへついにたどり着く。しかしそこに乃木がやってきて、ベキを撃つのだった。その後、乃木はテントのナンバーツーである残る、二宮胃に、脳天親なく義徳を絶すけく 電は公平で誰かをひいすることはなく、得のある人を助けるものだ、という言わざと、べきに花を手向けるのはまだ先にするよ、という言葉を残した。視聴者の間では、この乃木の言葉から、べきは生きてるんじゃないお父さん死んでないのでは、と考察する声が多数上がっていた。ビバント二重のタイトル回収か、 そして放送後、テロップでは、皆様がビバントな毎日を過ごされますよう、キャストスタッフ一同、願っております。とドラマチームからのメッセージが、劇中はビバント、別班とされていたが、このテロップにおけるビバントは文脈的にフランス語での、生きている、生命のある、活気のある、賑やかな、といった意味で捉えられる。このテロップには、 これはフランス語での意味か、粋なメッセージ。などと反応する視聴者が続々。また、劇中の展開においても同様にフランス語での意味も込められていると考え、リバンと生きている。やっぱりベキたちは生きているのでは、生きているって意味知った瞬間鳥肌立った、ベキ生存切能校だな。 続編に期待してしまう点々などの声が寄せられていた。